ミヤさん？ミヤさん？リサさん、今ミヤさん待っていてねと叫びませんでしたか？それはなんというか、探しに行くための気合で。もしかしてこれから待ち合わせですか？いえ、そうではなくて。本当に仲がよろしいですわね、お二人は。イベント実行委員の仕事がない今、お二人一緒にいる時間も増えたのではありませんな？それは。春休みはどこかお二人でお出かけの予定でもおありですか？私服姿のリサさんとミヤさんが歩いているところ見てみたいですわ。春休みのことはさすがにまだ。今の季節はどこに出かけても楽しいですよね。山手公園でピクニックとか良さそうですわ。きっとリサさんお料理上手でしょうし。はあ、私も食べてみたいですわ、リサさんの手作りお弁当。そんなに期待されても大したものは作れないけれど。公園もいいですが、やはり大幅リニューアルした駅前のショッピングセンターもいいですわ。あそこはこの辺りでは今一番の注目スポットですわね。特に極上スイーツ食べ放題の魔法のスイーツランドが新しく入ったんですのよ。原宿で話題のあの魔法水が入ったのですか？今日の放課後一緒に行きませんか？ぜひ行きましょう。喜んで頭しますわ。レモンカスタードケーキが食べたいですわ。でもみんなこんな風に友達と出かけるのね。私急いでますので失礼いたします。ああ、リサさん、もっとおすすめしたいデートスポットがありましたのに。まあミヤの普段の態度を見ればそうなるのは当然だけど、そういうことも含めてミヤにはもうちょっとクラスに慣れてもらわないといけないわ。でもクラスメートのみんなと愛想よくおしゃべりするミヤっていうのも想像しづらいわね。あら、この香りは。あら、リサ、いらっしゃい。せっかくのティータイムの時間をお邪魔してごめんなさいね。リサが邪魔なんてことないわ。むしろリサを見ながらお茶をいただけるなんてとても贅沢なことだわ。リサもお茶を飲む？すぐに入れるわよ。いらないわ。ミヤ、昨日の早退はもう過ぎたことだから仕方ないけど、その分今日の授業はちゃんと出るべきじゃないかしら。リサ、
このマフィン、チョコ味で中にくるみが入っているの。それがすごく香ばしいのよ。リサ、本当にお茶しなくていいの？喜んで。じゃあもうお説教は終わりということで。それとこれとは別問題よ。あら、それは残念。ではお茶とお菓子もこの話が終わるまでお預けね。うう、負けないわよ。お菓子今は我慢するわ。リサの言うこともわかるわ。確かにそれが正論だと思うし、どれだけリサが私のことを心配してくれているか嬉しいわ。本当にわかってくれているの？ええ、他の誰でもないリサのことですもの。でもね、リサ、リサにも分かってほしいのよ、私を。何を？私には本当に学校の授業は必要ないのよ、天才だから。いや、自慢に聞こえると思うから今まで言ってなかったけど、本当は私、マサチューリッヒ大学の研究室から呼ばれているのよ。あのマサチューリッヒ大学？それってすごすぎるわよ。でも勉強だけができても頭でっかちな人間になってしまうわよ。そうくるのね。じゃあリサにも分かりやすいこと言ってあげるわ。週末の夕方からやっている某探偵アニメあるわよね。それって見た目と中身が違う例のちびっこの探偵ね。犯人が誰かいつもドキドキしながら見ていたわよ。そういう見方もあるのね。そんな見方しかないと思うけど。私はいつも犯人がすぐに分かってしまったわ。子供の時からそうなの？もちろんよ。その後アニメは見なくなったけど、ドラマや映画のミステリーを見ていてもほとんどすぐに謎が解けてしまうのよ。それで？どう？分かりやすいくらい天才でしょ？じゃあそこまで言うのなら、私の心の謎は解けるかしら、ミア。なんてね、違うのよ。今のはなし、なしだからね。リサって本当に面白いのね。確かにあなたのそういうところはまだまだわからないところだらけだわ。もう今のは忘れてよ。